NHK 短歌、俵真知と、大河ドラマ、光る君へがコラボ。実作にも役立つような講座にしていきたい NHK、Eテレの NHK 短歌、午前6時では、俵真知氏と NHK 総合他で放送中の大河ドラマ、光る君へ、日曜午後8時他とのコラボレーション企画を実施する。ヒコロヒー遠崎世界観が MC を務める NHK 短歌。人気の歌人が毎月第1から4週までそれぞれテーマを決めて担当し、全国から寄せられた投稿歌から優れた作品を選んで紹介するなど、様々な角度から短歌の魅力を伝えている。その新年度となる2024年4月からは、さらに内容がバージョンアップ。毎月第1週の選者に、昨年の NHK 紅白歌合戦で審査員を務めた歌人の俵氏を迎え、年間を通じて光る君へとのコラボを行う。コラボ企画ではドラマ出演者をスタジオゲストに招いたり、ドラマのシーンを深く読み解いたり、光る君への世界をより楽しめる。俵氏は高校教師を務めた経験もあり、源氏物語に関する知識も豊富。ドラマや源氏物語の中の歌を優しい語り口で解き明かしていく。4月は第2週に俵氏が登場。光る愛の歌をテーマに、光る君へとコラボでドラマシーンなどを活かしながら、紫式部の綴った源氏物語の歌を読み解き、そこに描かれた女性たちの恋する思いに迫る。平安の和歌から現代短歌の世界まで、伝統を守って歌われ続けてきた57.7の世界を楽しむ。俵氏は、今年は、大河ドラマの主人公が紫式部です。源氏物語では800首近い和歌が登場しますし、人間関係の用としての和歌は、現代よりずっと実用品でした。ドラマによって、その時代をイメージしやすいというメリットを生かしつつ、古典和歌の世界を楽しみましょう。これが実作にも役立つような講座にしていきたいと思いますとメッセージを寄せている。その他第1週のテーマは、私に出会おう2年目の飛躍。今年度初心者向けにスタート、わかりやすいと大好評だったコースを継続。レギュラーゲストの内藤秀一郎、深ワムが川野里子氏と共に2年目に挑戦する。また大森静香氏がレギュラー出演する第3週のテーマは、物語の深みへ。絵画、音楽、文芸と様々な作品に描かれた物語、世界を取り上げ、そこに描かれた、あるいはその背後に隠された物語を短歌にしながら味わっていく。そして第4週のテーマは、あなたへの手紙、彼方への手紙。増野幸一氏がレギュラー出演し、切手を貼って出す手紙のように、その人に直接届けたい言葉を短歌にしたためる。はじめまして、おめでとう、ごめんねなど 57.7 のリズムの手紙を綴る。